はい、まずスタートですね。スタートは内側から2番、外側から6番ですね。畠山選手が、上昇して、まずは前を取りましたね。まあ、これね、普段から先行するタイプだから、はい、組めとしてもね、まあ、入れて先行してもらえばっていうところもあったと思うけどね。そうですね、はいはい、スタートが早い畠山選手、今日も前を取りましたね。柳原がしっかり組めの後ろについてると。はい、ついてましたね。はい、でその後ろには中野選手、はい、そして3番の太田龍選手、うん、太田龍選手の仕掛けってどうでした？まあね、ちょっとね、相変わらずしっかり構えてっていうね、はい、まあ、太田らしいレースだったけど、まあ、その後ろに荒牧がね、そうでしたね、マークして、マークしてましたね。これついていければね、はい、うん、その回あったんだけど、そうでしたね。この関東の両者ですね、一番後ろにいる林がね、はい、まあ、やっぱりそういうことも考えてたろうね。そうですね、途中で上昇してきましたから ね、まあ、前の方までは行かないで太田の前に入ったんだけど、はい、まあ、結果的に一番後ろになる位置だけど ね、 位置的にね、そうですよね、一番後ろになっちゃいますよね。後ろすぐ後ろから仕掛けられるからね確かにそうですね、はい、だこのまま畠山選手が先行する形になりましたよね。誘導員がこのままペースを上げていきますから、はい、徐々にペースが上がっていきます。そして久米もね、はい、若干前と車間空けるし、そうなんですよね。で太田もね、自分のタイミングで行こうというね、はい、まあ、この後ね林が上昇して残り2周ですね、まあ、太田もあっさりこれを入れます。はい、はい、で少し車間がまた空けるんですよね。ここで少し空けて、はい、で誘導ペース上がったところで今度はね、久米がね少しずつ車間空けて、はい、まあ、誰か後ろが来るのかなみたいなね。そうですよね、この辺の駆け引きもありましたよね。誘導対して、まあ、畠山としてはねもう先行するしかない、もう誰も来ないですからね、はい、でまあね、これかけたんで、はい、まあ、組を後ろ見ながら、まあ、当然この後ね出ていく余裕はしてるんだけど、そうですね、まあ、林は打ちすくってきてたけど、この後ね、はい、太田が仕掛けて、いや、この荒牧がねやっぱこうつけきれなかったよね。そうでしたね、すごいトップスピードでしたね、うん、まあ、組みが出てったん で、はい、で結果的にできって組みが2番手はまって追いかける形になって、はい、で内から林は突っ込んだけど結果的にやっぱり、柳原が ね、 ね、はい、しっかり3着来たという、来ましたね、うん、まあ、人気通り来たという、はい、はい。